北朝鮮などからの弾道ミサイル防衛の最前線にいるのは海上自衛隊のイージス艦です。そのイージス艦の心臓部に初めてテレビカメラが入りました。早期警戒情報を受信しました。配置につけます。了解。対 BM 戦闘用意。戦闘用意。目標については領域内に弾着します。対処します。攻撃始め。対 BM 戦闘。対 BM 戦闘。SM3 攻撃始め。せーい。 SM3 発射。 SM3 発射。海上自衛隊のイージス艦足柄、日本の周辺海域で活動している主力イージス艦8隻のうちの1隻です。おはようございます。おはようございます。おはよう。イージス艦の主な任務は弾道ミサイル防衛です。この日本のミサイル防衛は北朝鮮などから発射された弾道ミサイルをいち早く探知し、アメリカ軍と協力しながら迎撃する任務です。万が一撃ち漏らした場合は、地上に配備されているミサイル迎撃システムの PAC-3 が対応するという、いわば二段構えの迎撃体制を敷いています。足柄は長崎県佐世保基地を母港としています。乗員はおよそ250人。はい、聞こえよい。聞こえよい。今回3日間の航海に取材班が同行しました。九州の南の大隅海峡を抜け四国沖に、そこから東京湾へ向け北上していくルート。今イージス艦の足柄が佐世保港を出港しました。これから横須賀港に向かいます。イージス艦は護衛艦の中で最も戦闘能力が高い艦船のうちの一つです。そのため様々な攻撃能力を保有しています。イージス艦の最大の特徴である弾道ミサイル防衛は、こちらからミサイルが発射されます。そして奥に見える八角形のスパイレーダーを使ってミサイルを命中させるということです。また弾道ミサイル以外の対空戦闘機などには、あちらに見えるお椀型のイルミネーターと呼ばれるレーダーを使って調整をしながらミサイルを誘導させるということです。イージス艦は垂直発射装置を使い、 SM-3 と呼ばれるミサイルなどを発射することができます。足柄の装備品についてナンバー2の田村副長に案内してもらいました。本艦全体で96個のセルがあるという状態です。最大で96発撃てるわけですか。その通りです。はい、そうなんですね。はい、これじゃあ今中に入っているものもある。はい、もちろんあの本艦常に任務に備えておりますので、今出航を命じられてもしかるべき任務に対応できるような状態になっています。実弾が入っている。あ、その通りです。SM3 が入ってるんですか。その通りです。SM2 も入ってます。入ってます。
SM-3 はスタンダードミサイル3の略で、弾道ミサイルに対して防衛でき、 SM-2 は戦闘機や戦闘機から発射されたミサイルなどを迎撃することができます。さらに遠距離の潜水艦に対して魚雷を運搬するために、魚雷の後ろにロケットがついている武器があるんですけれども、それはこの垂直発射装置から発射します。ちょっと開けてみてもいいんですか？はい、では今日は特別に開く様子をご覧いただきます。ありがとうございます。はい、中は覗けないんですよね。はい、そこはご容赦、はい、ください。潜水艦に対して発射できるミサイルも搭載できるといいます。この VLS と呼ばれる垂直発射装置は、実際の発射の際一気に扉が開くといいます。今のところ3種類のミサイルを搭載することが可能です。こちらの巨大な筒状のものはファランクスと呼ばれる高速機関砲。1分間におよそ4500発。自動で近くに来た敵を追尾して攻撃できます。手動で切り替え、水上のターゲットを撃ち落とすことも可能だといいます。こちらがですね、チャフと呼ばれる敵の攻撃をそちらに誘導する、いわばおとりのロケットです。戦闘機でいうところのフレアですね。これが12、反対側にもあるので24発撃てるということです。また甲板上にある大きな配管、これは魚雷の発射管で、潜水艦に対応するということです。回転してですね、海に向かって撃ちます。魚雷は左舷に3発、右舷に3発、合計6発撃てるといいます。また SSM 艦対艦ミサイルも最大8発備えられます。遠くの艦艇を攻撃するミサイルです。そしてこちらは本艦の主砲であります62口径5インチ砲という大砲です。5インチというのが大砲の先端の丸い弾が出ていく部分ですね、はいはいはい、上の直径です。あ、直径が5インチあるんですね、あそこが、はい、はい。ここの直径に対して大砲のこの砲身というんですが、ここの身の部分ですね、はい、ここは5インチの62倍の長さがあると。そうすると、はい、7メーターですね、約7メーターの長さがあります。なるほどなるほど、はい。これは無人砲で、別の場所で操作をしながら発射させることができます。一番分かりやすいのは本艦と同じように海に浮いている船、こういったものをターゲットにした射撃をすることができます。その他にも空を飛んでくるミサイルですとか、あるいは我々に対して脅威である航空機、こういったものを撃ち落とすこともできます。地上のものを撃てるんですか？じゃあ、そうですね、はい、対地射撃と言いますけれども、陸上に対して撃つことも可能です。この大砲は日本の海域で訓練射撃をしているといいます。当然往来する船との安全もありますので、その際にはきちんとここは危険ですというご案内をして、その上で訓練射撃というのを実施しています。これ結構回るんですか？そうですね、一部の限界はありますけれども、かなり後ろの方まで旋回させることができます。そしてイージス艦の内部に潜入。弾道ミサイル防衛の最前線の心臓部にカメラが初めて入りました。こちらが本艦の CIC といいまして、コンバットインフォメーションセンター、戦闘情報中枢と呼ばれる区画です。あ、そうなんですね、はい、結構かなり頑丈な扉ですね。そうですね、水が入ったり火事の火が入ったりしないように頑丈なハッチで守っています。あ、そうですか、はい、中拝見してもよろしいですか？はい、ご案内します。お、はい、失礼します。
おお、結構広いですね。そうですね、30人から40人ぐらい入りまして、状況によってはそれ以上の人間が詰めることもあります。ああそうなんですか、はい、ここではあのモニターたくさんありますけど、前の方とかはどういう役割があるんですか。はい、こちらのディスプレイにはいろいろ戦術的な情報ですとか、あとは我々が行動している海域の情報などいろんな情報を映すことができまして、うん、それに基づいて意思決定をして、あと必要な処置について命令を各部に伝えています。CIC 内部の明かりはディスプレイを見やすくするため、多くを青色の明かりに変えているといいます。実際の訓練の一部に立ち会うことができました。まず対弾道ミサイルです。早期警戒情報を受信しました。配置につけます。了解。対 BM 戦闘用意。戦闘用意。このアラームが鳴ると、艦内のすべての乗員は必ず決められた配置につく必要があるとのことです。アラームが鳴ったら、もうすぐ飛び起きて、艦橋まで走って、すぐ見張りの配置について、もう周囲の状況だったり、もう船も当然走っているので、漁船とか、うん、その影響がないかっていう報告もしますし、目標については領域内に弾着します。対処します。攻撃始め。対 BM 戦闘。対 BM 戦闘。 SM3 攻撃始め。デイ SM3 発射。 SM3 発射。5 4 3 2 1。マークインターセプト。マークインターセプト。目標ターゲットキル。目標対処しました。攻撃やめます。攻撃やめ。 SM3 攻撃やめ。 SM3 攻撃やめ。 SM3 攻撃やめ。また対空戦闘では、CIC の内部に入っています。対空訓練を行うということで、非常に緊迫した空気が漂っています。ディスプレイは映せないということで、機密性の高いエリアとなっています。画面には地図が映っていたり、数字がたくさん並んでいたりします。表記はほとんどが英語です。アメリカ軍と連携しているからでしょうか、更新はほとんどが英語です。訓練の詳細は分かりませんが、敵の戦闘機からミサイルが発射されたとの想定の可能性があります。残り3機。切る、切る、切る。目標全機撃墜。そして対潜水艦の訓練も。対潜戦闘、ビエレー攻撃始め。ビエレー発射始め。発射ね。インテロ解除中。ビエレー発射1分前。ビエレー発射1分前。ビエレー用意。ビエレー用意。訓練の一部だけでしたが、 CIC の内部は映像はほとんど映せず、音声も聞くことができない状況が続きました。実際本番がある時といいますか、それに向けて毎日訓練を積み重ねて、本番の時も訓練以上のことはできないというふうに思っております。訓練の時から緊迫感を持ってやっております。日本を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しています。足柄の艦長である酒井一佐は、常日頃からあらゆる状況を想定して訓練の質を上げる努力を続けているといいます。脅威は空からもありますし、水中からもありますし、いろんな脅威に対処できるようにやっておりますので、練度だとか主要に応じて訓練をやっているというのが実情です。インタビューを撮影したのは10月28日。このインタビュー中にも北朝鮮は弾道ミサイルを発射していました。
北朝鮮のミサイル技術の高度化が進んでいるというふうに受け止めております。また中国も弾道ミサイルを8月上旬に日本の排他的経済水域 EEZ 内に落下させたと推定されます。中国は今回事前に示した航行警報海域内に弾着させておりますので、それだけの精度を持って弾着させる能力を保有しているということを示したわけであります。このような脅威に対して備えることができるようにですね、兆候を察知して、で速やかに探知識別追尾して、で必要に応じて迎撃できる体制を構築しておくことが重要である。日本の弾道ミサイル防衛の最前線を担うイージス艦、その役割や責任はとても大きいといいます。我々に突きつけられている課題というのは非常に大きく、ハードルの高いものだというふうに感じておりますけれども、それをしっかりと乗り越えて、やりがいを持って、乗員を統率していきたいというふうに考えております。